ラマ、フランクに君を守ると約束して。フランクは私がシティの救世主になるって言ってた。私の使命よ。インヒビターを持っていけ。いいで、まだ間に合う。研究所をミアを救うんだ。まだ人間のうちに。もうミアにはお前しかいない。エイジ、お願い、行って。シティを救う方法はこれしか。こんなことで君を死なせない。たとえシティを犠牲にしても。でも他に道はない。わからない。二人とも死ぬわけにはいかない。逃げて。無理だ。すまない、助けられなかった。すまない、本当にすまない。エイデン、やったな。急げエイデン、時間がない。ラワンの元へ。ホーコン、俺はお前の妹を助ける。さっさと行くんだ。ラワン、今行くぞ。やめてエイデン、警告したでしょ。さっさと逃げてバカ。あんたも吹っ飛びたいの。エイデン、お願い、ふざけないで。二人とも死ぬことない。シティを救いたい。救わなきゃいけないの。エイデン、お願いだから逃げてって言ってんのよ。俺は君を助ける。君を逃がしミサイルを始末する。時間がないの。聞こえてる。やめて。ラワン、あと少しだ。エイデン、なんで言うこと聞かないのよ。私たちの仲がどうであろうと、そんなのダメ。それ以上近づいたらここを派手にぶっ壊すよ。分かった。エイデン、来ないで。これを起爆させる。ラワン、逃げろ。俺がやる。最後の忠告よ、エイデン、逃げて。君を死なせない。エイデン、ちょっとやめて。
食堂があの惨事を生き延びたなんて奇跡だ。奇跡か。その後何にする？ビール行ける。ベインズ、フランクに。やれやれ、11年間鼻つまみ者だったってのに今やリーダー様だ。ナイトランナーへ捧げるならラワンに渡しておくぞ。リーダーだからな。最近俺の仲間がここを通ったか。ルトモドッサグかもな。妹を探してたらしいが、奴はもっと大切な人を見つけた。そして絶対にその人を守ると決めたのさ。なぜとどまらなかった？あいつは変わっちまったみたいだ。自分を破壊する薬を打ったせいでな。だから去った、流浪人らしくな。おい、ずるいぞ。取引したろ。逃げるつもりか。俺といると危険だぞ。お前といない方が危険だよ。さあ行こうぜ。海の方へな。